長野電鉄で、波350系電車は、長野電鉄に在籍した電車である。大正末期から昭和初期にかけて、川崎造船所において申請された、構成車体の電車、いわゆる川造形としての典型的な特徴を備える、長野電鉄発の全構成車体を備える電車であり、1927年に4両が申請された。 1926年6月から同年12月にかけて申請されたデハ100系、デハに200型に引き続き、翌1927年8月と同年10月の2度にわたって2両ずつ、デハ350系351から354の計4両が申請された。先行形式であるデハ100系、デハに200型は長野電鉄の前身事業者である。 長野電気鉄道及び加藤鉄道時代に発注、竣工した車両であったため、両社の合併によって成立した長野電鉄としては、デハ350型が初の申請車両となった。デハ100系、デハ2200型は、汽車製造東京支店に発注され、同社が設計製造を担当したのに対し、本形式の設計製造はこれらとは異なり、川崎造船所が担当したが、 これは、長野電鉄の幹部が視察のため旧、西武鉄道を訪れた際、当時の最新型車両であった、川造形のモハ五百五十軽電車を実験式に行ったことが契機となって発注に至ったものとされる。前日の通り、本形式は、川崎造船所が大正末期から昭和初期にかけて各地の私鉄へ導入したメーカー独自の企画設計による、いわゆる、 川造形電車の典型例の一つである。同様の設計、外観を備える車両としては、前日の旧、西武鉄道も、箱150系のほか阪神急行電鉄が発注した600系、800系、目黒蒲田電鉄が発注した200系、東京横浜電鉄が発注した300系、豊川鉄道及び宝来寺鉄道が発注した。 もは20系の各形式が存在する。これらはいずれも川崎造船所が1925年に阪神急行電鉄向けに申請した日本の鉄道車両発の全構成車体の試作車である510系510の設計製造実績を反映して、翌1926年より量産製造された阪神急行電鉄600系800型を設計の基本とし、 各社の要求に応じて、細木を修正、変更したものである。そのため、これら、革造形電車各形式は、細部には細を有するものの、構え体の主要寸法は、ほぼ同一であり、また外観も、深い屋根と客用扉の直上に設けられた円弧を、を描く水切り、腰高な窓位置、リベット組み立て工法を多用した、製造方法など、共通する特徴を数多く備える。 本形式は複数回に及ぶ階板を経て、最終的にモハ600系、モハ610系の2形式に区分され、1980年まで在籍した。前述の通り、リベット組み立て広法を対応した全長 17,120mm の全構成構え体を備える。つま面は貫通扉のない非貫通構造を立馬3枚。 窓構成で、車体前後端に運転台を備える、両運転台構造を採用するが、初回に落成した百五351.352が、進行方向左隅に運転台を備えるのに対し、次いで落成した百五353.354は、中央に運転台を備える点が異なる。床下には、大枠補強用のトラスロットが設置されており、 木造車時代の設計を踏襲している。また、本形式は、陶器降雪時における運用を考慮して、全面窓髪型に空気配管を設けて、運転台に設置したコックの操作によって、圧作空気を窓ガラスへ噴射し、窓ガラスに付着した雪を除去する、空気式窓ガラス除雪装置を装備した。側面には1 3 m、mm、m 幅の、片開け客用扉を、 片側3箇所備え、客用扉間には1段を落とし窓方式の 698.5mm 幅の側窓を6枚配した。側面窓配置は 1D6D6D1 で、乗務員扉の設備はない。車内はロングシート仕様で、屋根状の通風機はこちらも、川造形の特徴であるおン系ベンチレーターを採用、屋根状左右に各4個。 一両あたり、計八個搭載した。また、屋根上前後両端部にはパンタグラフを設置するためのパンタグラフ台座が各一組ずつ設置された。制御方式は、ウェスティングハウスエレクトリック社が開発した、電空単位スイッチ式の間接自動制御で、制御電源を補助電源装置より低電圧、給電にテール、HB 制御器を搭載する。また、本形式は、 最急勾配40パーミルの勾配区間が存在する山の内線における運用を考慮し、そもそも即制度として発電制度機能を備える。主電動機は、ウェスティングハウスエレクトリック製の直流直巻電動機 WH-556J6 を1両あたり4機搭載する。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は4.56である。これにより、 前回自定格速度は時速 34.0km、定格引っ張り力は 3224kg フォースを交渉する。台車は川崎造船所 BWA を装着する。ボールドウィンロコモティブワークス社開発のボールドウィン A 型台車を原設計として製造された蛍光組み立て型の釣り合い常識台車で、 固定軸間距離は 2134mm、車輪径は 864mm である。制動装置は構造の簡易な直通ブレーキに連結運転時の安全対策として非常便を付加した SME 直通ブレーキを採用した。その他前述の通りそもそも速発電制動を備え、前後運転台には手ブレーキを備える。 終電装置は三菱電機製の菱形パンタグラフ S-514AR を1両あたり1機搭載した。1929年6月に実施された車両記号改定に伴って本形式はもは 350K351 から354と車両番号はそのままに記号のみが変更された。戦後の1950年に 全車と模客用扉に土平装置が設置されて自動扉仕様となった。また、1953年に新たな車番付与基準が制定され、本形式はモハ6 0 0系6 0 1から604と改消・改板された。さらに、同時期には山の内線内に折り返し列車が設定されたことに伴ってモハ603.604が同運用の専用車両となり、 踏みずらブレーキを多用せざるを得ない、勾配線区における車輪の発熱によるタイヤ視管対策として、屋根上搭載の冷却用水タンク及び台車への配管を新設し、水を車輪に噴射する冷却装置を装備したが、こちらはほどなく前述した空気式窓ガラス除雪装置と共に撤去された。1966年にもは601.602は、 パンタグラフ側の運転台を全出式に改造し、前面窓を H ゴム固定指示に改め、側面には乗務員扉を新設し、同時に客用扉を窓一つ分後方へ移設した。改造後の道二両は模波610計611.612と形式区分された。その他、同年には日本車両製造において台車が、従来の BWA から模波603.611は、 日本車両製造 D-16BA、モハ604.61には、帝国車両工業 u d 2 6へ、それぞれ乾燥された。両台車とも BWA と同様に、ボールドウィン A 型台車を原設計として製造された、蛍光組み立て型の釣り合い常識台車であり、固定軸間距離は 2250mm、車輪径は 860mm である。 1970年代より開始された長野線の長野市内区間地下化工事の進捗に従って不燃化基準を満たさない旧型車各形式については1977年以降順次淘汰が実施された。モハ600系、モハ610系の両形式については比較的後年まで残存したが、 旧型車の代替を目的として導入された2500系の増備進捗に伴って1980年4月21日付でモ、モハ603モハ612が、同年10月31日付でモハ604モハ611がそれぞれ廃車となり、モハ600系、モハ610型は形式消滅した。長野電鉄における除籍後は解体処分された。 モハ603を除く3両が、上田交通へ譲渡された。上田交通モハ5271廃車後の姿、上田交通へ譲渡された3両のうち、モハ612はモハ5270型も、ハ5271として1981年6月24日付認可で導入されたが、他の2両については、当初部品取り及び倉庫代用として使用する。 目的で譲り受けたことから、整備を受けることなく、上田原車庫構内において留置された。その後譲とより2年は余りが経過した1983年に、モハ604については、整備が実施され、伝送解除の上で制御者化され、同年6月13日付認可で区派270、軽区派271として導入された。なお、モハ611については、 上田原駅構内に存在した上田原、電車区において、倉庫代用として用いられ、鉄道車両として導入されることはなかった。なお、上田交通のモハ5270系、区ハ270型は、上田マリコ電鉄時代のマリコ線で使用されていた、形式と同一であるが、どちらも、川造形車体の同系車であったことは興味深い。本形式に先行して、長と、 導入された長野電鉄も、ハ0百系、もは二百型と同様、導入に際しては、車体塗装の上田交通標準塗装への塗り替えのほか、導入線区である同社別所線の河川電圧が、長野電鉄各路線の直流線5 0 0 v に対して、直流 750V と異なることから、高圧改造が施行された。上田交通より変換され、八代に留置される。 上田交通区派2 7 1百9 8 6年10月1日付で実施された別所線の河川電圧の直流線5 0 0ボルトへの昇圧に際してもは5271区派271は前日の9月30日をもって運用を離脱昇圧当日の10月1日付で廃車となった上田交通より変換され長電電車の広場にて 生体保存されていた、モハ6 0 0六6 0 4廃車後、クハ271は、長野電鉄へ変換され、車体表記をモハ604に復元した上で、保管された後、1990年により、オブセ駅構内に新設された、長電電車の広場にて、生体保存された。安ずのち公園にて、生態保存されている、モハ六百四その後、 2012年に2000系 D 編成保存のため品の川田駅跡に移動2014年10月に安曇野千尋公園に開設されるトットちゃん広場で電車の教室として利用するため北安曇郡松川村に再移動し2016年7月から公開されているなお別所線の沿線自治体である上田市の別所線存続運動プロジェクトチーム アイプロジェクトにおいて用いられるキャラクターのうち赤帽子くんは上田交通千二5271を赤ねちゃんは終始倉庫として用いられた模六611をそれぞれモデルとして考案されたものである上田交通模波5270軽電車に関するカテゴリーありがとうございます